僕がまだ子供だった頃、家の近くに小さなトタン屋根が落ちてきそうな駄菓子屋さんがあったんだ。僕が店前を通るたび、おばさんは手招きして、秘密だよ、手を伸ばしてくれた一袋のラムネ。おばさんはちょっと太ってて、プクプクのまんまるな手で僕の手を握りしめながら、ニコ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 笑ってた。クッピーラムネ、おばさんがくれた一袋の優しいもの、あなたのその手、優しい手が僕は好きでした。大人になって僕は喧嘩して出た田舎に帰った。駄菓子屋さんのシャッターは昼なのに閉まっていた。お母さん、あのおばさんは今も元気にしてるから、母は寂しそうに遠くを見て目を細めていた。あの優しかったSound